高速で飛ばすと大抵変態。はい、おはようございます、榊原総務です。今日の動画ですね、名古屋から長野に行って、で、まあもう一人のね、すごい人に会っていきたいと思う。とにかくすごい。はい、左をですね、ご覧ください。エベレストが、間違えました、名古屋城とか、中井城じゃなかった、名古屋駅の周辺がね、見れますよ。皆さん左見てください。はい、右見てください。なんもないっす。ミッチだ。皆さん気づいたんですけど、皆さんも見えますか？エベレストですよ、これは。エベレスト、いやー、陽光って綺麗っすね。長野着きました。ね、初めの出だし、どうぞ。ちょっと出だし、はい、せーの、ちょっと、さて、この一輪車は誰の一輪車でしょう。うまい。なんか上田のスケートパークに到着してるんですけど、たまちゃんめっちゃうまいです。めっちゃうまくない？わー、長野に着きました。いや、ちょっと出てください。すごい人を紹介したいので。自己紹介お願いします。はい、渡ると言います。渡るくん、今日はお願いします。お願いします。で、この一輪車は一輪車は一輪車で名前があるんですよ。このまあ競技用ですよね、一応。競技用です。はい、の名前を教えてください。はい、これはユニサイクルトライアルっていうものになります。ありがとうございます。ユニサイクルトライアルで、はい、そうです、一輪車で。いや、すごい、すごすぎ。なあ、渡るくんの技いっぱい取ってきます。はい。あれ、さっきまで完璧でしたよ。うわぁ、やば、グラインドしてますよ、一輪車で。やばすごい。おお、うわ、オッケー、やばヒュー、やばおー、やば、簡単すぎるんでダブルやります。おー、次はクランクを回しながらこの椅子を回すんですよ。え、やば、一発。皆さん、ファンも見に来てます。だから椅子を一回転半回します。やば、ファンが今日は見に来てくれてますよ。さすがにユニサイクルでは降りない方がいいですよ。危ないですよ。あ、まあ、お願いします。やばもうバランス力の塊ですよ、皆さん。あ、ファンが、皆さん見てます、ファンが。Oh my god! Woo! 上田城があります。結構ボロいです。上田城はどっちで？今日長野から新潟にも行くんですよ。で、3つぐらいスケートパーク行くんで、まあ一つのスケートパークで YouTube 動画一つずつって感じで撮りたいんで、もうこの動画は今日はおしまいになっちゃいます。皆さんありがとうございました。いいねとコメントとチャンネル登録お願いします。バイバイ。